皆さんこんにちは、石川バイトでーす。ということで今回はですね、タイトルにもある通り声優のゲストさんが来てくれました。イエーイ、来ましたよ。はい、ツイッター DJ で話題の村瀬歩さんでございます。ポンポン、イエーイ。いやー、でもお招きいただき、ていうかね、その YouTube ちょこちょこね見たりしてる。いやいや、ありがたい、ありがたいよ、おもろい、本当にありがとう。かしこまった話は置いといて、とりあえず乾杯から始めようか。はい、じゃあ乾杯でーす。エア乾杯、ケピ、よし。あー、酔える。まあ年末だしね、今年の振り返りでもやりますかっていうことで、やろうじゃないですか。あー、どういう1年だったかね、話していこうかなって思うよ、うん、いただきます。はいはい、どうぞどうぞ。今年1年どんな1年だったか。あー、俺はね、価値観がめちゃくちゃ変わった。急に重い話になるじゃん。なんか今俺アイドリングトークしようかなと思ったのに。仕事に対する姿勢がすごいいい意味で変わったのよ。仕事やっぱね、めちゃくちゃ好き。いや、好きなんだよ、もともと好きだったんだよ。うん、分かりきってることよ、それは。そうそう、分かりきってることなんだけど、うん、改めて、本当に、あ、これ、やっぱりやってないと、うん、嫌だって思った。緊急事態宣言出て、この、こっち側の業界もすごい安全に気を使ってて、で、その面で一回こう、アフレコとか全ての作業をストップした時期があって、その時に、あ、なんか、俺仕事やってないと、なんかずっとこう、跳ね続けるマグロみたいな感じになってないと。どういうこと？どういう表現？マグロってさ、マグロってさ、こうで死んでないというか、こうでビチ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 ってなってるじゃん。そういう風に動いてないと、あ、ダメなんだって。結構、いや、仕事が本当に自分にとって活力というか、芝居するのが好きなんだってことに気づいてから、やべ、芝居めっちゃしてってずっともも、もも、もとしてて。で、仕事が再開して。もう、なんか水を得た魚みたいな。楽しい。ちょっと皆さんに聞いてほしいんですけど、彼はね、自己評価低いんですよ。一番自分に対して厳しいんじゃないかって思う。だっていろんなことできててすごい大人なんだけど、でもなんかそこに妥協しないというか、そこがなんかすごいプロフェッショナルだなと思うけど、でも髪は隠したのもその影響なの。やめろって。なんかね、お互い結構違うとこがあるから、うん、話してて楽しいっていうのは俺はすごいあるけど、めちゃめちゃ違う人間だよね。本当に違う。こっちは陰だし、そっちは陽だし。そうだね。俺なんか陽のものに引き寄せられる運命なのかな。内田祐馬とか。そう。あとやっぱさ、話しててさ、うんうん、自分の気づきになったり、うん、楽しいとか、うん、でもなんか友達ってそんな感じなのかな、やっぱ。理由なく一緒にいるのが一番友達っぽいよね。と言ってもさ、うん、別にプライベート過ごさないじゃん。そうだね。なんか一緒にどっかさ、じゃあ出かけますかっていう感じではなく、うん、でも芝居の話はするな。仕事の話もね。この前なんてさ、結構ガッツリしてたじゃん。 あれ楽しかったんだよね。そういうこと、まあ服装でね、気づいてる方もいらっしゃると思うんですけど、うんうん、まあこれとある仕事の後に撮ってて、そうなんです。この狐っぽいやつ見て。いや、それね、ウルフめ、やめとけ。本当に、本当にさ、素で間違えて、これさ、めっちゃ狐っぽいと思って、稲荷崎じゃんと思って買ったら、ここにね、なんかバッチリ、バッチリ、見えるかな。見えるかな、まあ、頑張ってアップするけど。ウォルフメン書いた。ねえ、しかも、カラスかと思ったら、それ多分、タカとかでしょ。タカシラキリサワちゃんみたいな。ちょっと違うのね。ちょっと違う。そんなこんなで、僕ら千葉からね、車で2人で来たんですけど、ここまで。バンバン。その間の話が一番 YouTube で撮りたかったよ。わかるー。まあ改めてだけどさ、まあ、うんうんうん、今年の振り返りももちろんそうなんだけど、うんうん、じゃあ5年間振り返ってみる。振り返っちゃう？もう7年だよ。最初に会った時さ、うん、俺らお互いにさ、絶対仲良くなれないって思わなかった？めちゃめちゃお互いの印象悪かったよ。俺もこいつヤバって思ってたし、村瀬さんもこいつヤバって思ってた。ヤバって思ってた。そう、何々に思ってた。配給始まった時、うん、もうこれ声優やっていけんのかみたいなぐらいすごい、なんだろう、これヤベえなって、いろんなことがね、もう初めての主役だったしさ、思ったけど、マジでなんだろう、まあ最初の出会いはそうだな、2013年は。うんうんうん。で、結構その印象が変わったきっかけを覚えてて、うん、何だと思う？俺が村瀬さんの印象変わった時は覚えてんのよ。うん、俺はね、それ多分何、どれか分かる。でも、うん、村瀬さんの印象が変わったタイミング知らないわ。あれ、俺じゃあ先に当てようか。うん。でインタビューでしょ。そう。あー、いや、正解。各社の方が本当にこう配給取り上げてくださって、これはなんだろう、こういろんなこう言葉でとにかくいろんなこと伝えたいって思って、うん、端的に答えることがそもそも苦手なのよ、うん、あのツイッター見てもらったら分かるんだけど、あのツイッターはね、
俺の頭の中をそのままこう書いてるやべえ頭の中してんじゃねえかよだから結構頭の中で普通にパンパンみたいな感じでやってんだけど、うん、我々がこう日常的にやっぱ日本語使うじゃないですか、うん、だからちょっとこう翻訳してきちんと伝えなきゃみたいなのが、うんうん、特にその時できてなかった時代だから、うん、かなり多分今にして思うとめちゃくちゃ時間を取らせて本当にすごい この人出てこないのになんか喋るなみたいな感じだったんだけど、うん、そのカイト君と、まあ、時間の効率の使い方の話とかそういうのをした時に俺にはなんか俺でその自分のことを頑張ってひねり出して伝えたいことがあるからって話をしてから、うん、カイト君が本当になんだろう納得したというかなんかあそういうことかみたいな感じでスッと入ってきたのを見てあこいつ俺の話ちょっと聞いてくれるとは思ったあの時のさ、うん、俺の納得の仕方えぐなかった。いやえぐかった。いや村瀬さんそのインタビューなんですけど再現、まあ、もうちょっとその端的に文章にした時に分かりやすくまとめながら喋った方がいいと思うんですよ。いやでも俺はやっぱり自分が一ファンだった時にインタビューでたくさん喋ってくれてるのを見てすごく嬉しかったし、いろんな情報がそういうところに散りばめられてるのが本当に読んでて楽しかったからこうやってたくさん話すんだ。おーなるほど。あ、なら、はい、わかりました。やっぱ芝居うまいね。本当に人に対してめちゃくちゃ優しくなった。優しくなった。優しくなった。なんていうのかな、別に攻撃的ではなかったけど、うん、変に気を使わせない感じ。なんか、そういうとこ大人になったなって思う。それは俺もなんだけど。いや、でも、村瀬さんに言われるのがね、ぶっちゃけ一番嬉しいよ。一番とんがってる時から、今までをさ、ずーっととこう、ね、一番近い役として見てくれてる人だから、うん、しかも年上でね、うん、同期とはいえ年上だからやっぱそこは人生経験の差もあるし、うん、でそういうのがやっぱ嬉しいね。俺がね一番最初にこうガツッとそのこいつちょっとなんていうの苦手かもって思ったところから変わったのは、うんうん、ラジオやり始めてから。最初そうやる前に、どうなるかな、大丈夫かなって思ってたんだけど、うんうんうん、自分がラジオそもそもほとんどやったことなかったんだけど、うん、その中でも、あ、めちゃくちゃなんていうの、こう、番組を盛り上げようとか、うん、いろんなこと考えてる。こいついいやつじゃん、みたいな。俺なんで心こんな狭いんだろう、みたいな。思い始めてから、うん、俺の方がちょっと、なんてそれで、あ、ちゃんと、こっち側に多分ちゃんと話したら向かってきてくれるから、うん、心ちょっと開かなきゃいけないなって思い始めてから、うん、ちょっとちゃんと話すようになった気がした俺は。あ、ラジオだったんだ。ラジオ、そう。それがでも2014年の初めぐらいじゃない。まあそっから2010でも2014年は結構嫉妬の日々だったかもしれない。なんだろう、まあ今でこそこうやってさ、うん、君芝居うまいねみたいな感じでなんかくだらない感じのこと言い合えるんだけど、自分がやっぱりその時に主役なのに、うん、なんで年下でやっぱ自分よりできててみたいな、うん、で本当はセットでさ、うん、こう、まあ、日向と影山みたいな感じでこう一緒に歩んでいかなきゃいけないはずなのに、なんでこんな自分だけダメなんだろうみたいな。いやそれですごくなんていうの、いやなんか海斗くんが上手くていいなみたいな感じで、ちょっとなんていうのこの、うん、嫉妬だね。いや、うん、それはね嫉妬ではなく羨望だと思う。嫉妬と羨望の違い。嫉妬と羨望の違いは、うんうんうん、俺すごく考えたんですよ、うん、なぜなら俺は今、うん、嫉妬キャラになってるからそうなの。そう、じゃあ嫉妬ってなんだろうって思ったら、うん、嫉妬って羨望の気持ちが歪んだものだと思うんですよ。羨ましいとか、うん、あ、なんであいつだけとか、うん、で、うん、その上でそれを攻撃的な意思として出してしまったらそれは嫉妬なんですよ。なるほどね。じゃあ羨望だわ。羨望だと思う、うん、ただ一回だけ嫉妬を浴びたなって思ったのは泥酔した時になんでお前だけってケツをぶったたかれた時はこいつって思いましたけどねスタジオ近くのところでね、うん、青いなぁ。え、カイト君のさ俺に対しての印象はどう変わってったの。あ、でも最初はやっぱ回りくどい人だなってずっと思ってて、うん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 、言葉の整理があんまり得意じゃないのかなっていうのは、うんうんうん、もうほんと先ほどインタビューの下りで話した通りだけど、はいはいはい、上だよね、まあ、結構、うん、でもそこから改めてこうやってコミュニケーションを重ねてった上で思うのは、うん、この人は整理が下手なんじゃなくて整理しすぎてるんだっていうあ、そう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 、うん、伝えたいことが一個核にあって、うんうん、それを装飾する言葉をたくさん持っていすぎるからああなるだけなんだっていうのが分かった時に、うん、あ、この人のボキャブラリー欲しいなっていうのはすごい感じて。マジか。そう、あら、一番衝撃を受けたのは、うん、あれだね、村城始まってからだね。ああ、そう。初っ端の方聞いてたんだけど、うんうんうん、俺らがやってるラジオとは振る舞いが違うじゃない。うんうん、やっぱ人との関係性もあるしね。そう、うん、そこのギャップ見て、あ、
この人ってめちゃめちゃ相手をちゃんとよく見て、その上でちゃんと相手のことを考える人なんだなっていうはず村城もね、うん、まだまだ続いてるんですよ。皆さんぜひよかったら見てください。あ、聞いてくださいラジオっていうところからの、うん、この YouTube っていう媒体、うんうん、なんかここにカイト君が行き着いたのが、うん、これすごく興味深くて、おあ、自分から発信するんだっていうのも大きな変化だったかもしれない、自分の中で。ああ、そうかもね、うん、それはね、俺も変化だよ。普通の芸能人さんが YouTube に来るのって、うん、多分テレビとは別にラジオをやる感覚だと思うんですよ。はいはいはい、まあ、映るのが普通だしね。そう、うん、でも声優ってテレビとかに出たら、うん、やっぱりファンの皆さんすっごく大喜びしてテレビ出たって、うん、ってことはテレビって一個上のエンタメなわけですよ。誰もが見ていて、で誰もが知っている媒体、うんうん、でラジオを聞くのはさらに怖そう、テレビの怖そうなんだけど、でも声優の主なエンタメの場所ってイベントかラジオかになった時に、ね、声優の主なエンタメってラジオになってくると思うんだよね、はい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 、じゃあプライベートってどこなのって言われると、それを出す媒体ないんですよ。はあ。だから YouTube でそれプライベートにして、いわゆる芸人さんとかがやってるラジオ的なポジションのエンタメ作れたらなと思って始めたのもちょっとあるよねめちゃくちゃさ、うん、やっぱ人間違うんだなって思ったすげえ論理的だし、うん、でもなんかすごいな、自分の中のロジックをさ人にきちんと説明できるのもすごい。俺もそれこそ Twitter 始めたのは、結構ね、そう占いとかさ、タロットとか、例えばスピリチュアルとか、まあ、ここ最近も 1,2 年ぐらいすごい好きなんだけど、風の時代になるみたいな感じのことを言われてて、時代変わるんだと思ってこう寝て、朝起きた時にじゃあ Twitter 始めるかえ、理由やばっ。マジそのくらいなんよ、本当に。で、事務所に朝電話して、ちょっとTwitter作りたいんですけどいいですかって言ったら、え、お、いいんじゃないですかあ、じゃあやりますって言って、その日中に作ったみたいな。あと、何より、イベントとかもそうだしさ、うん、ちょっと顔見れたりとかする機会も、たまにこうあったりするけど、うん、やっぱこう主流としてはさ、画面の向こう側っていう人たちが多いじゃない、うんうんうん、で、その中で結構自分って、ああ、なんかそういうコミュニケーションの取り方、画面の向こう側の人たちって、この番組内では、例えばこの石川海人の YouTube に出た時には、撮れるけど、うんうん、もしくは、なんかこう、生放送とかには撮れるけど、普段の自分とかって、そういうイベントとかがなくなっちゃうと全然知ってもらえないし、なんだかんだこう皆さんが本当にさいてくれるから、うん、それはみんなそうだけど、どの役者さんも、うん、すごくめちゃくちゃ感謝持ってて一律ありがたいなと思ってるんだけど、特にそういうのをやってなかったから、なんて言ったんだろう、恩返しとまた違うけど、もうポンポンとかよくわかんないことになるし村瀬語ですごいやっちゃってるけど、皆さんのちょっとなんか見た時にちょっと元気出たとか、うん、なんかあ、こういうこと思ってんだとか、あ、こういう感じでなんかカイト君とこうピースしてツーショット撮るんだとか、うんうん、なんかそういうちょっとクスッとしたり癒される場提供できたらいいなみたいな。タロットやってるっつってたじゃん急にタロットの話だ。俺タロット占ってもらったことないじゃん。ないね、一回も、うん、先のことを見るのは、うん、割とありがちだと思うんですよ。今年どうだったのか、あー、2020年が全体的に自分にとってどういう感じだったか。そうだね、俺相当うさんくさくない？めっちゃうさんくさいわ自分で見てつぼっちゃう、これ。じゃあ行くよ、うん、よし、すごいな、石川海人の2020年ね、うん、そう、あんまり集中してるとき話しかけない方がいいんだよね。あ、全然大丈夫、俺そういうの、うん、天才だから全然いける。でもめちゃめちゃこの机の絵が面白くてさそのお菓子の秋柄にチューハイハイボールにタロットか、タロット、すごい世紀末感漂ってるね。うん、ガチャガチャだよ、ガチャガチャです3つに束を分けるので、うん、この3つの束をこう混ぜないでこう重ねて、うん、じゃあ、うん、ハリーポッターのやつみたいにやりたいから左の束を右へ、これそうに乗せる、乗せる、そして真ん中だった束を下へ、こうチェックメイト。はいはい、いや並びが速いし逆位置が多いな。いや、あの、ね、逆位置だからって悪いっていう意味じゃないんだよ。あ、あ、
のね、怖い。自分にできることとできないことの量分がきちっと分かった年。え、なんでそんなにすぐ分かるの？このカードですね。損失っていうカードなんですけど、こっち側だと、このカップの並びに注目してほしいんだけど、うん、この男の人って、正位置だと、こぼれてるカップ、3つの方にすごく目がいっちゃってるんですよ。でも後ろに2つのカップが残ってる。これは何かっていうと、3つ失ったものがあるけど、あなたにはまだ2つ残ってるよっていうメッセージに気づかないってことなんだけど、逆位置だと、ちょっと、もうちょっとポジティブな意味になって、2杯のカップの支えがきちんとあるってことを理解できる。っていうのは何かっていうと、カップって結構情とかを表してるんですよ。で、自分のやりたいモチベーションもそうだし、人間関係もそうだし、で、あとこれもそうだよね。テンパランスっていう、なんていうのかな、すごくうまく全てがうまくいってる、よどまない流れなんだけど、逆位置だと、ちょっとよどむ流れみたいなのが、カイト君にとってちょっと心配事だったんだって。なんかこう、いろんなことをやりたいんだけど、うまくいくかな、どうかな、みたいなことが、ちょっと自分の中での不安とかに結構つながってて、でも、そのカップを今年1年で、うまいことを多分自分なりに、あ、これはできない、これはできるっていうのを分けれた。年。だから、その自分の、これはできない、これができるっていう量分分かった上で、充実で実りのある1年だったなってなってるって。ただ、それ何？これね、平和な、なんていうのかな、こう、安寧みたいな感じかな。幸せな時間でもう享楽とか、そういう感じ。まあ、これね、タロットのカードで、まあ、正位置でも逆位置でもほぼ同じ意味っていうカードが2枚だけあるんだけど、まあ、そのうちの1枚ですね。そう、ポジティブな意味。逆位置でもポジティブ。ちょっとなんだろうな、こう、楽しいわーいっていう気持ちに、逆位置の方がちょっと若干飲まれがちかな。うん、ああ、なるほどね。だから今年1年で自分のやりたいこととかモチベーションとか、そういうのが表面的な意識として、ちょっと高まったと。ほうほう。ただ、ここが深層心理のカードなんだけど、こっちだとね、ちょっと相手を傷つけてでも勝ちに行くみたいなカードなんだけど、逆位置だと、自分がもうこの人にはかなわないみたいな、とてつもないものに、ちょっと、負けてるみたいな感じの意識、敗北感みたいなのが出てるかなっていう感じかな。なんてカードなの？これですか。まあ、これは残虐な勝利ですね。その題名をつけるとしたら、まあ、ソードの5っていうカードなんですけど、うん、あとはね、まあ、これが自分のその意思というか自分の状況なんだけど、不利な戦いを申し込まれてるみたいな。だからそれはもしかしたらこういう時勢のことなのかもしれないし、自分が何かやろうとしてることに対してなかなか結果が出ないっていうことの自分の苛立ちを表してるのかもしれないんだけど、いいカードも結構出てて、このだから2020年だから2019年から20年にかけてはさらにこのカードはすごい広深い人で、カイド君の最終結果のこれがまあ悪くないカードなんで、これと繋がってくるんだけど、すごく自分の中を見つめ直して、自分のあり方とか、人との関わり方とか、カップは情を表してるので、モチベーションとか、そういうのを結構洗ってったことが、で、この星のマーク、これは仕事とか、お金とかそういうものを表してるんだけど、それをきちんとがっちりと掴んだっていう実感があるみたいな。で、それをなんていうのかな、独り占めしないで、みんなにこう分け与えるっていう優しさとか、そういうものに執着しすぎないみたいな、なんかバランスの取り方がすごくできてる。で、まあ、仕事の状況に関しては、ちょっとなんていうの、こう、ちょっと気が抜けたりとか、若干うまくいかないこともあったよね、みたいな。でも、なんか世界はまあちゃんと回り続けるし、大丈夫でしょ、みたいな。え、ザ・ワールドの逆位置はそうなの？あ、全然、ザ・ワールドっていいカードというか、うんうん、逆位置だからってなんか死ぬよとかそういうわけじゃなくて、ザ・ワールドはなんていうのかな、こっちだともう完成された世界、でも極上の幸せとか、うん、なんだろう、もうこれ以上ないみたいな幸福感なんだけど、うんうん、これが完成してないっていうのは、これから先まだ発展性があるとか、あ、なるほどね。どういう風にでも自分が変えていけるとか、そういう感じの意味合いもあるかな。え、めちゃめちゃ当たってんだけど。あ、マジ？怖っ。でも全体的に、カイト君らしい感じ。一喜一憂しすぎない。まあ、これとかもそうだし、灰色のカードが多いんだよね。灰色のカードってなんか、自分の心が決めたこととか、なんかそういうことに対して、すごく、変にこう、ブレないみたいな感じの強さを持ってるカードの印象もあるから。いや、めちゃめちゃおもろいやん。おもろい。これ、自分のことは占えるの？うん。たまに占ったりする。ちょっと村瀬さんやろ？俺の総決算やる？うん。じゃあ村瀬さんの今年の運勢をタロットで占ってみましょう。たまにさ、うん、自分のオーディションとかでさ、うん、これどうだったみたいなの聞いたりするのよ。おうおうおう、結構当たってんのよ。怖っ。8割ぐらい当たってるかな。え、すごいねそれ。1個ね、ちょっとこれいけるって思って失敗したのあったんだけど、おうおうおう、それ以外は全部当たってたね。自分の今年の運勢を自分で解釈するって初めてやるかも。あ、直感だね。うん、直感。お、はいはいはい、
どういう、何がすごいのかわからん。一時停止から慎重に動き出すというか、こういう世の中もあったし、自分の考えとかを、で、このソードのカードっていうのは知性を表してて、どういうふうに合理的に進めるかとかもそうだし、物事を進めるとか、なんかそういうのを一回こう自分の今まであったものを一回置いといて、また再始動しましょうみたいなカードで、で、それの助けになるのが、今までの自分の殻を破るっていうこと。おぉ。一回死んでから、この死神のカードって、意外と、なんてそんなに冷たいカードじゃないというか死神なのに、うん、死神なんだけどその後ろにこう朝日が昇ってたりして結構なんてその続きがあるみたいなのを約束されてるカードっていうのがなんか自分の期待感つまりなんだろう自分自身まあこれ不安に思ったり期待に思ったりしてることなんだけど自分自身がこれから先変われるのかとか、うん、で変わることをちょっと楽しみにしたいっていう気持ちとどういう風に変わろうみたいなのをすごい考えてたみたいな年かな。で、まあ、それが特にこれに表れてるかな。このカードはね結構女性に出やすいカードなんですけど。おっと題名をつけるなら、うん、悪い夢から覚めなさい考えすぎですよって。ああなるほどね、うん、自分が思ってるよりもこのカードまあちょっと一瞬えぐいカードに見えるんだけどこの剣も実はこの女の人の体を貫いてないでこのカードもなんていうのかな物憂げな感じに思っててちょっとこう自分の考え方とかが昔っぽかったり、ちょっと堅実な方に行っちゃってるんだけど大丈夫かなみたいな。表面的な意識ではちょっと不満に思ってて、今のこの状況を変えたいみたいな思いがあって。あとこれは、まあ、月っていうカードなんだけど、まあ、霊感とかスピリチュアルに関係するカードです。まあ、不安とかの表れでもあるんだけど、どっちかっていうと、霊性とか、あの、幽霊の霊に、なんかこの性質の性みたいな。霊性とか。だから自分がスピリチュアルにハマったことを表してて、でもそれが、だから2020年の終わりとか、2021年になってから、爆発して誕生してパンパンじゃあツイッター DJ ブラスは今霊体じゃんでなんかちょっとイマジナリーブラスみたいな感じがしましたでまあこれは軽い遊びっていうハンドリングっていうカードでこう自分の仕事とかあとまあお金とかもそうなんでこういう関係とかをなんか楽しめるみたいな感じの意識がちゃんと真相にありますよって、うんうんであと意外と周りから俺は頭が良くて冷静な人だっていう風に思われてますみたいな感じの、ね、教授が出てるでも俺自体はなんかそれに対してそんなことないでしょみたいな、まあ、そんな感じかな結構自分でリーディング自分で自分のことをちゃんとリーディングってなかなかないけどできるね意外といやでもなんかすごい当たってる気はするね、うん、いや俺も当たってると思うカード一個一個になんか自分のエピソードが結構ハマるとこあるなって思う特にこれなんかさ他者からは冷静で頭がいいって思われてるってカードは、うん、ダメなしにゲストに来てくれたことあったじゃないですか。あ、はい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 、あれからずっと斎藤壮馬と話してるんですけどあの人はやっぱ頭がいいねで周りをよく見てるねっていう話をめちゃめちゃするんですよいや意外すぎるよそんなことないポンポンポンいやそうなんだよなすごいわこれは、うん、いやちょっと面白い結果をありがとういえいえ、うんはい、ということで、いろいろね、村瀬さんと話してきたわけだけど、うん、超楽しかった。いやー、面白いねー。てか、結構さ、赤裸々だったじゃない。そうだね。いろいろ話したけど、なんかみんながどういう風に思ったのかとかも気になるな。どこまで使えるかもわかんないしね。でもね、楽しかった、やっぱ。うん、あと、秘密基地来れてよかった。いや、今日はね、タロットやってもらったり、今までの半生じゃないや。うん、出会ってからの話を振り返ったりね。半生いや、なんか、こういう機会があっていいね。うん、なんかいや、でも普段の感じのままでやっぱ、うん、だからたらーっとこう喋ったんだけど、うん、俺すごいこのポジションも楽でさ、うんうん、運転中もこうじゃんさっきと一緒じゃんそうっていうかすごいねまんま一緒だねこうそうなのよ、うん、だから俺絶対こっちがいいあそれでなのか俺今運転してるから運転しながらね話聞いてねまた、うん、じゃあ機会があったら、まあ、今回ね出演実績ができたわけだから確かに呼ばせていただきます。ぜひぜひ呼んでください。よろしくお願いします。またその時秘密基地で。うん。ということで、また村瀬さんが来てほしい方はですね、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。よろしくお願いします。ほんじゃあまた会いましょう。バイバーイ。バイバーイ。村瀬さんのツイッターアカウントは概要欄に貼っておきます。ありがとう。これです。概要欄下です。変なとこなんか、慣れてんのかな慣れてないかな。いや、ここって言われてもここテロップ出る。違ってた。じゃあまたね。またね。